た、またあった、またあったぞ、牛丼太郎。あ、牛丼太郎じゃないんだ、最近は丼太郎って言うんですが、牛丼太郎まだありました、嬉しい。茗荷谷ですけど、いや昔高円寺とか代々木とか野方にあったんですよ、いっぱい牛丼太郎って。でなんか運営会社さん潰れちゃって、もうあと残りはもうここの牛丼太郎、茗荷谷の牛丼太郎しかないんですよ。もうちょっと近づいてちょっと撮りますね。ほら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 、牛消えてますよ、わかります？牛消えてるの、消されてるんですよ。牛丼太郎だったんですけど、運営会社さん変わっちゃったんで、牛が消えて丼太郎おーやばい、もう懐かしすぎますからね、これ。あー、初めて一人で入った牛丼屋さんって吉野家さんじゃないんですよ。初めて食べたのは吉野家さんですけど、初めて一人で私が入った牛丼屋さんって牛丼太郎なんですよ。いや、牛今消えてますけどね。ごちそうさまでした。超うまい、うま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 だけど牛って書いてあります。